ヤンキースが第1戦の先発投手を発表してから、わずか1日後、ドジャースも第1戦の先発投手を公式に発表しました。それによると、ロバーツ監督は、ジャック・フラハティを、このシリーズの第1戦の先発投手に指名しました。10月19日の直近の試合で、フラハティは、リーグチャンピオンシップシリーズ第5戦で、ニューヨークメッツと対戦しました。しかし、フラハティは3回の間に8安打を許し、8点を失うという困難に直面し、この試合でドジャースは敗北しました。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、フラハティが試合中に体調不良に見舞われた可能性があると説明しました。しかし、これまでのパフォーマンスがファンの期待に応えられなかったにもかかわらず、ロバーツ監督はフラハティに信頼を寄せることにしました。オンラインインタビューで、ロバーツ監督は、この決定が各選手の試合スケジュールと休養時間を慎重に考慮した結果であると説明しました。ワールドシリーズは10月26日からドジャースの本拠地で2試合行われ、その後、両チームは1日移動してヤンキースの本拠地で3試合連続で行われます。その後、もう1日移動してドジャースの本拠地に戻り、最後の2試合が行われます。このスケジュールでは、ウォーカー・ビューラーが第3戦に登板し、第4戦をブルペンが担当すれば、フラハティは4日の休養で第5戦に再登板する可能性があります。一方、山本は第6戦に向けて5日間の休養が取れるため、コンディションを維持できるでしょう。MLB 初年度の山本は、今年のポストシーズンで3試合に登板し、1勝0敗、防御率 5.11 を記録しました。サンディエゴパドレスとの地区チャンピオンシップシリーズの開幕戦では、山本は3回で5安打5失点と苦戦しました。しかし、第5戦では5回を無失点に抑える好投を見せ、ドジャースを次のラウンドに導きました。ニューヨークメッツとのリーグチャンピオンシップシリーズ第4戦では、山本は4回3分の1を投げ、4安打2失点で、ドジャースをワールドシリーズに導きました。ロバーツ監督は山本を第2戦に起用することで適切な休養を確保し、第6戦までシリーズが続く場合に再登板できるようにするためだと説明しました。この戦略はワールドシリーズを通して山本の健康とパフォーマンスを維持し、チームの戦力を最適化することを目的としています。ロバーツ監督は試合時間と休養時間を非常に慎重に考慮し、第2戦で山本が最高のパフォーマンスを発揮し、第6戦で再登板できると信じていますと述べました。この計画はシリーズ全体を通じて山本が最高のパフォーマンスを維持し、強打者に対抗するための最適な状態を保つことを目指しています。さらに、ワールドシリーズで2度の優勝経験を持つ田口壮氏によれば、開幕戦のプレッシャーは非常に大きいとのことです。したがって、第2戦での登板は山本がこの緊張感に圧倒されるのを防ぐのに役立ちます。ロバーツ監督は第2戦がシリーズのバランスを保つために重要な試合であることを強調しました。第2戦で山本が好投すれば、ドジャースにとって次の試合に有利な状況を作り出せます。ロバーツ監督は山本が引き続き安定したパフォーマンスを発揮し、チームに有利な状況をもたらすことを期待していると語りました。今シーズン、タイラー・グラスノー、ギャビン・ストーン、クレイトン・カーショーなどの主力投手が怪我で離脱したため、ドジャースは多くの困難に直面しました。これらの課題を克服するために、ドジャースは重要な試合でブルペン戦略を採用し、4年ぶりにワールドシリーズに進出することに成功しました。ブルペンの支援により、ドジャースはシーズンを通じて印象的な成績を維持し、山本はチームの成功に貢献する重要な要素となりました。次の第2戦では、山本はヤンキースの強力な打線に立ち向かうことになります。MLB 初年度での自信と経験は、ドジャースがこのワールドシリーズで差をつけるための重要な要素となるでしょう。レギュラーシーズンでも、山本はヤンキースに対して、良好な成績を収めていました。6月7日の試合では、彼は7回無失点で相手を抑えました。この試合では、合計106球を投げ、7回の三振を奪い、ヤンキーススタジアムの観客を完全に沈黙させました。しかし、それでもドジャースは油断できません。今回の WS では、ヤンキースの主力打者である、フアン・ソト、アーロン・ジャッジ、ジャンカルロ・スタントンの3人が揃っています。6月7日の試合では、ソトの不在と、スタントンの不調が、ドジャースにとって有利でした。それでも、ヤンキースの3人の主力打者が揃うことで、次の試合の展開は、変わる可能性があります。最も重要なのは、山本が、ソト、ジャッジ、スタントンに対する前にランナーを出さず、ミスピッチを避けることです。ロバーツ監督の決定に関して、山本はメディアに対して監督の指示に完全に同意していると述べました。彼は、私は彼の決定を完全に理解し、尊重していますと言いました。ロバーツ監督は、チーム全体の健康とパフォーマンスを最適化するために、各選手の試合戦略と休養スケジュールを非常に慎重に考慮しました。私自身、第2戦の方がプレーしやすく感じます。開幕戦は常に緊張感が高いからです。第2戦でのプレーは私にとって適応し、より集中する機会を与えてくれます。山本はワールドシリーズでのプレーが非常に大きなプレッシャーを伴うことを認めていますが、それでも楽観的で自信を持ち続けています。彼はもちろんプレッシャーを感じます。これは私のキャリアで最大の舞台であり、最大の挑戦でもありますと述べました。しかし、私は常にプレッシャーをモチベーションに変えようと努力しています。チームの勝利のために全力で戦う必要があることを知っています。ロバーツ監督の支援を受けられたことも幸運でした。彼はこれまで私を信頼し、励ましてくれました。山本はヤンキースとの対戦でこれまでに良いパフォーマンスを見せてきましたが、彼は成功によって努力が薄れることはありません。山本は謙虚な姿勢を保ちながら、試合ごとに異なる状況がありますので、油断はできません。集中力を保ち、全力で戦いますと述べました。第2戦の理想的なシナリオは、山本が6回まで良いピッチングを見せ、2点のみを許し、その後、ドジャースがブルペンにバトンタッチして、勝利を収めることです。ドジャースが優勝するためには、これを少なくとも2回繰り返す必要があります。メッツとの前回の試合では、山本が良いパフォーマンスを見せましたが、相手は3から4回の得点機会を逃しました。ソト、ジャッジ、スタントンのような強打者との対戦では、山本は相手にランナーを出さないよう、最善を尽くす必要があります。たとえソロホームランを許しても、さらにドジャースはブルスダー・グラテロルとアレックス・ベシアの2投手をワールドシリーズのロースターに追加する可能性があります。これはドジャースにとって前向きな兆候であり、特にチームが厳しい試合に直面し、信頼できるブルペンのサポートが必要な場合に役立ちます。重要な投手の復帰により、ドジャースはブルペンゲーム戦略、1試合で複数のブルペン投手を使用するを展開でき、これにより厳しいシリーズでの先発投手への負担を軽減できます。ドジャースは10月29日にヤンキースタジアムで予定されている第3戦に向けて準備を進めており、ウォーカー・ビューラーが先発する可能性があります。しかし、ロバーツ監督は第3戦と第4戦の先発順をまだ公式に確認していません。チームはブルペン戦略と実際の試合状況に関連する他の要素を考慮する必要があります。今シーズン、山本は怪我で一時的に退場しましたが、彼の復帰後の素晴らしい成績は、ドジャースの主力投手としての実力を証明しています。来シーズンの山本の成功は、オフシーズン中にどれだけ体を鍛えられるかにかかっています。怪我をしにくい体を作ることが重要です。今シーズン、ドジャースは多くの怪我に直面し、それがチームに大きなプレッシャーを与えました。ワールドシリーズでの厳しい試合を目の当たりにした後、選手たちは来シーズンに向けて体力を改善し、怪我なく準備を整えることが期待されています。コーチの仕事はシーズン開幕から始まります。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。